こんにちは、アイラです。これまで宇宙は加速膨張していると考えられていました。しかし最近新たな説が浮上したのです。それは宇宙が加速膨張しているように見えるのは時間が減速しているからだというもの。これは一体どういうことなのでしょうか。時間が減速すると宇宙はどうなってしまうのでしょうか。今回は宇宙の加速膨張に関する新説についてご紹介しましょう。宇宙の膨張は加速しているように見える。宇宙は加速膨張しているというのが現在の定説です。これを最初に発見したのはアメリカの天文学者エドウィン・ハッブルです。1929年ハッブルは最新型の望遠鏡で天体の動きを観測していたところ、すべての天体が地球から遠ざかっていることを発見しました。さらに詳しく調べると地球から離れている天体ほど速いスピードで離れていることが判明したのです。そこでハッブルは宇宙は膨張し続けていると発表しました。この現象を分かりやすく説明すると、例えば星の柄が描かれた風船を膨らますとします。この時風船が大きくなるほど星と星の間が広くなりますよね。これと同じことが宇宙にも起こっているということです。その後さまざまな専門家が研究を重ねた結果、宇宙の膨張は加速しているというのが現在の定説となりました。しかし宇宙には重力があるため、宇宙が膨張する速度は少しずつ減速するはずです。でも実際は加速しており理屈に合いません。そこで宇宙にはダークエネルギーというものが存在し、これが宇宙の膨張を加速させていると考えたのです。時間が減速している。2017年スペインのバスク大学のホセ・セノビーリャ教授とサラマンカ大学のマルク・マルス教授が超紐理論に基づいた宇宙膨張に関するこれまでの常識を覆す新しい説を導き出しました。超紐理論とは、現在物質の一番小さいものは粒子と考えられていますが、粒子ではなく紐ではないかとする考え方です。現在の物理学の基礎理論には相対性理論と量子論の2つがあります。そして相対性理論には特殊相対性理論と一般相対性理論があります。宇宙の謎に関する理論が一般相対性理論です。重力を扱う一般相対性理論と粒子など小さなものを扱う量子論は相性が悪く、矛盾が生じてしまうのです。しかし宇宙の始まりの謎を解こうとするとき、この2つを結びつける理論が必要となります。それができるのが超紐理論だと考えられています。宇宙の加速膨張はもともとダークエネルギーがあるという仮定において初めて成り立つ理論でした。しかし現在そのダークエネルギー自体がまだ見つかっていません。そういったことに対する疑問が今回の研究のきっかけだったそうです。セノビーリャ教授らが見つけた理論によると、ダークエネルギーがなくても宇宙の膨張は可能となるそう。ではそれはどういった理論なのでしょうか。なんと時間が減速しているから膨張が加速しているように見えるだけというのです。これはどういうことなのでしょうか。遠くの星を観測するとき、私たちが見ている星の光はずっと昔のもの。宇宙ができたときは今よりもっと時間の進みが早く、その速さは徐々に減速しているとすると、見えている星は今の時間の進み方よりも早かった時代のものとなります。そのため見かけ上宇宙の膨張が加速しているように見えるだけということなのです。ダークエネルギーは存在しない？しかも2017年ハンガリーのエトベシュローランド大学の研究により、ダークエネルギーは存在しない可能性があると分かったのです。最新のコンピューターによりシミュレーションしたところ、ダークエネルギーは存在しないという結果となったそう。
宇宙の成り立ちをコンピューターでシミュレーションする際、最初の凝縮と大規模構造の形成を鑑みると、ダークエネルギーがなかったとしても膨張の速度に変化はなかったのだそう。また宇宙の膨張速度はどこも同じと思われていましたが、場所により膨張の速度は変化することも分かったのです。これが正しいとすると、ダークエネルギーは必要ないということになり、ますます時間が減速しているという説が現実味を帯びてきます。時間が止まるとどうなるの？では時間がどんどん減速するとどうなるのでしょうか。なんと時間は完全に止まってしまう可能性があるのだそう。まるで画像を一時停止した時のように、全てのものがその場で動かなくなってしまい、その状態が永遠に続くと考えられています。ただこれがもし起こるとしても、何十億年も先のことだと考えられています。またこの現象は、時間は一つしかないという仮定の下での予測です。しかし専門家の中には、時間には二つの次元があると考えている方もおり、その場合また結果は異なるかもしれません。どちらにしても私たちが生きている間には何も起こらないようなので安心ですね。宇宙の謎は相対性理論をもとに考えられています。そして相対性理論と矛盾を生じる場合、その矛盾を埋めようとしてきました。しかしこの相対性理論自体、絶対正しいのかどうかは分かっていません。私たちが知るべき宇宙の常識は全て間違っている可能性もあるのです。今後もますます宇宙の謎から目が離せなくなりそうですね。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。皆さんの応援が励みになります。